ちょうどいいところで会えたね。アップルジュースは嫌い？よかった。それじゃあちょっと買ってくるから、先にテラスで待っててくれるかな。いいから、ほら。お待たせ。はい、これ飲んでね。もちろん。それはこれから話すから。さあどうぞ。うん、どうかな。気に入ってもらえてよかったよ。私も最近ハマってるんだ。ああ、うん、実はね、最近はるかの機嫌がすこぶるいいんだけど。君何かした？思えば一番上機嫌だった時、あの子はいい子ねって言ってたんだよね。何か心当たりがありそうだね。はるかは結構気分屋なところがあるから、上機嫌でいてくれると助かるんだよね。ちょっと機嫌が悪くなると、やれ今から甘いもの食べに行こうだの、今日は買い物付き合ってたの。もちろん楽しいからいいんだけど、付き合う方としては意外と大変なんだよね。ああ、響きったらまたアップルジュース飲んでるんだ。え？一口ちょうだい。あ、ん？どうかしたの？それこの子のだよ。あ、そうなんだ。ごめんね。そうそう、ありがとう。
った。それ、私の手帳なの。ええ。ありがとう。もしかして、中を見ちゃったりした？それだけ？そう、メモ欄ね。その綺麗な字で書かれたものを見ちゃった。まずったな。まさか落とすなんて思いもしなかったわ。見たのね。見たんでしょ。答えなさい。もう何を言っても遅いわよ。ひどいことになるの。わかる？私の秘密見ちゃったんだもん。仕方ないよね。この状況なら誰でも言うでしょ。何も見てないって。あなたって隠し事下手だね。正直者はバカを見るってどこかしら。もしかして何？待って、ここじゃ誰かに見られちゃうかも。この後暇よね。暇でしょ？じゃあ、ちょっと付き合ってくれるかな？いいから、さあ行きましょう。ここなら大丈夫かな。別に、それはこっちの都合だから、気にしないでいいわ。じゃあ早速本題。あなた、どこまで見たの？それ以外にないでしょ？それだけ？でも綺麗な字って、書き殴ったあれを皮肉で言ってたわけでしょ？本当に見てないの？あっちゃー違う、あなたの間抜けさに呆れてたの。
だいたい見てないなら見てないで堂々としてなさいよ。おかげで深読みしすぎちゃったじゃない。もういい。何よ。だから何？猫かぶってちゃ悪いの？私が誰かに迷惑をかけたとでも？ふん。何？そうね、見られたら私が学校にいられなくなるようなことよ。その代わり、見た人も学校にいられなくしてあげるけどね。それにしても失敗したな。3年間このままいけると思ってたもん。うるさいわね。自分の曖昧な態度を棚にあげて喋らないでよ。まあいっか。あなたが言わなければ問題ないわけだし。それじゃあ自分がどうしたらいいか言ってみなさい。察しが悪いな。いい？今日のことを誰にも言わないでって言ってるの。けど？だって私、あなたに胸を触られたもの。私が？触れたことは否定しない。じゃあ私、今からあなたの家に行って胸を。交渉成立ね。何か言った？それなら、このことは誰にも言いません。綾辻さんは裏表のない素敵な人です。はい、復唱。裏表のない素敵な人ですよ。この程度は一度で覚えなさい。はい、お利口ね。ご褒美に胸でも触る？的確な判断ね。それじゃ、明日からよろしく。女の子と仲良くな